トニックウォーターにエスプレッソを注いで、エスプレッソトニックを作るエスプレッソトニックは、エスプレッソとトニックウォーターを混ぜた飲料である。エスプレッソトニックは、トニックウォーターに対して、濃厚なエスプレッソを加え、よくかき混ぜて飲むコーヒー系飲料である。エスプレッソの香りと苦みに加え、炭酸の刺激と柑橘の後味を楽しむことができる。エスプレッソトニックは、2010年頃に、 北欧のカフェで誕生した。その後、世界各地に伝播していった。オーストラリアでは、2013年頃から一般化し、夏の飲料として定着した。日本では、サードウェーブコーヒーに対する人気の高まりを背景に、2015年頃から広まり始めた。日本の飲料メーカーも、炭酸コーヒーなどと称される、炭酸水を混ぜたコーヒー系飲料の商品化を何度か試みている。 しかし、いずれ目線を強いられてきた。サントリー株式会社は、単歳コーヒーの商品化に取り組み、1984年にカフェ穴を発売した。サントリーは、首都圏と京阪神を中心にカフェ穴を販売したものの、日本に定着しなかった。その後、サントリーの流れを組む、サントリー食品インターナショナル株式会社が、2012年にエスプレスソーダを発売した。 しかし、これも日本に定着せず、同年に販売終了に追い込まれた。翌年、サントリー食品インターナショナルは、コーヒーブランド、ボスの一商品として、ボスブラックスパークリングを発売したものの、やはり定着することなく販売終了となった。なお、2006年には、ネスレ日本株式会社も、コーヒーブランド、ネスカフェの一商品として、ネスカフェスパークリングカフェを発売したが、 同様に日本には定着しなかった。ありがとうございます。